でもなんかしょうまくんとかじゅきやくんとかめっちゃ人気あるんだよ、りゅうたろうとかも。でもなんか見てる層は、まあそうだね、しょうまくんとかじゅきやくんとかは、うん、感じそうだよね。だって中学生高校生とか見てるでしょ。多そう。てか俺からするとごめんね、視聴者には悪いけど、あれ見てる女子って大体メンヘラとかでしょ。てか大体女子だよね、見てる人。大体女子、うん、男子見ないじゃん。で多感な年頃じゃん、うん、中高生って。てかマジでなんかマジで別にごめんなさいね、メンヘラが見る番組じゃね。まあ多分恋愛系が好きな人は、そうそう、まあ恋愛ドラマとかも好きな人多そうだからね、うん、だって普通の恋愛バラエティじゃないじゃん、彼氏と彼女交換するんだから。まあこじらせに行ってる、こじらせに行ってるからそう、そういうのが見るの好きな人が、でこういうこと言うから俺めっちゃ人気ないんだ、はい、人気ないっていうかそのいやだからそのね、これね、これちょっとカノンにもよく言うんだけど、はい、あのまあブログとかにもよく書くんだけど、僕ね、あのトマコイのメンバーみんな好きだよ、うん、みんな好き、うんうんうん、あのミヤコのケンケン以外は、うん、ちょっとわかんないんですけど、まあみんな好きなんだけど、でも好きと痛いなとか思うのは別じゃん。そうね、そう、でも本当に好き、みんな好きだけど、みんな好きだけど、うん、なんかちょっと芸能人ぶってるなって思っちゃう、うん。まあ、でも初めてああいうメディアに露出する人が、することが初めてな人ってああなっちゃうのかな、うん、まあそうだと思う、うん、であれで終わっちゃう人って余計そうだね、そうだね、うん、俺と、まあ、確かにそう考えたらプロデビュー、うん、プロデビューしたばっかの時ちょっと調子こいてたの、そうよ、俺プロだぜみたいなあるよね、多分だから多分そういう感じなんだろうね。でほら時間フミヤはさ、こう何回も爆発を踏んでるからさ、思い出すとちょっとさ恥ずかしいってなる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 、あの時恥ずかしかったなみたいな、あのコメント恥ずかしかったなってなんじゃん、はいはいはい、でまあなるかもしれないし、うん、みんなもがまあ一発屋だったらまあそうだ、ね、まあ、かもしれないし、一発屋っていう言い方はよくないけど、ね、かるかるところが違うからさ、一回きり の、ね、あの経験だったらそれで終わりかもしれないし、そうだね、うん、だから俺はさ、もう思うこと何でも言うでしょ。そうだね。でも他のメンバーはさ、うん、やっぱ人気が欲しいしさ、うんうんうん、叩かれたくもないしさ、うんうんうん、自分をいいように見せるじゃん。まあ仲良しごっこはちょっとやめた方がいいかなって感は、まあ、さ結構価値観が似てんじゃん、似てるね。だから、まあ、言うことは違うかもしれないけど、こういうふうに思ってんだろうな、フミヤ、この画面ねっていうのはすごい分かんない。いや、思う思う。え、だからなんか、俺は素で出てるからさ、うんうんうん、やっぱみんなキャラっていうか、やっぱいいように絶対見られたいじゃん。うんうん、それって当たり前なの。まあそうだね。人間だから。うん、でも、それを唯一しないのが、うん、多分龍太郎。龍太郎をバンバン言うじゃん。龍太郎は何も考えない。龍太郎だってもバンバン言うから。良くも悪くも何も考えない。龍太郎も多分その人気とか、なんつうの、名声みたいなの欲しくない。わかるでしょ。そうだね。そういうの欲しくないからって、龍太郎バンバン言う。ああ、そうなんですね。龍、今それ言うとこじゃないよ。おお、こいつ言ったみたいな。じゃあでもやっぱ、こう意外とこう。いや、だって俺と龍太郎なんて結構出てたと思うけど、俺らほぼカットだって、あれでも。あれでも、まあ。コンプラ的にこう言っちゃう、これダメだろうなっていうことまで言ってるってことですか、ね、そうそうそう、あ。でもこんなこと言ってるのみんな大好きだからね。はいはいはい、石垣メンバーも宮古メンバーもみんな大好き。仲いいから言えることだよね。そう、仲いいから言えるの。これは。そうなんですよ。すごくない、でも、カノンの。すごい、ちょっと聞いたときびっくりしちゃいましたね。びっくり殺害予告されてるんだよ、元カレに。殺害予告はやばい、ね。殺害予告はさすがにちょっと初めて来ましたね、僕も周りでそんなこと言われた方いないですね。いやでもあんなね、60人の人にこう守られることも人生でないだろうから、愛されてんなって思ったよ。帰っ、戸田越から帰ってきた時も、カノンすげえ病んでたから。ね。ね、それは病んでたっていうのは、うん、あの、来たらどうしようとかっていうような闇。てかね、やっぱね、なんか、なんて言うんだろう、あの、人間死を体験すると、体験してないけど、あの、はい、なんか、その、カノンみたいなパターンじゃなくても、例えば災害とか、はい、なんでもいいけど、死を直面すれば、ああなっちゃうんだ。どんなに気が強くても、ああなっちゃうんだなって思った。うん、普段でもそういう落ち込むタイプでは、カノンさんはあんまない。忘れっぽいしね、結構、出来事。それだけ追い込まれてたって。結構、でも本当にフミヤと、まあ、沙織も同じ部屋だったから、はい、すごい助けてもらって、あとヘアメイクさんとスタッフさん、もうずっと撮影終わった後もずっと LINE くれて、あの、大丈夫、どうな状況どうなってるってみんなに心配してもらってた。俺めっちゃ心配したの。そう、本当にもうめちゃくちゃ、本当家族みたいに大丈夫って。フミヤ君はそういうのを意外とって言い方はあれですけど、なんかその、まあなんか言い方が悪いですけど、顔とちょっと違って、こう人に気遣うところがあるじゃないですか。意外とね。意外とっていうのはちょっと、まあ、あれですけど。別にあれだよ、その、
いい人を見せるとかそういうのじゃないから全然そんなことない、はいはいはい、だそんなことさ言わなかったじゃん今までフミヤはだから俺カナのことすごい助けてからみたいなことあそうですね表に絶対出さないからすごい仲間を助けなんていうの仲間思いマジで大丈夫ってどんな感じみたいな言ったもんその男が来たらどうするのとかそう、そう、でもう全部やってやるから俺がやってやるよとかねやってやるってやったら俺もプロ剥奪だけどまあまあまあ心配すんなそうですね俺たちに任せとけよって、はいそ, ううん、そういう場面になったらすぐ連絡してこいよとそうメンタルをすごい支えてくれた、はい、しかもこれも言って覚えてるてかそいつにさもう彼氏できたって言えばって俺と付き合ってるっていうめちゃめちゃ覚えてるめちゃめちゃ覚えてる、ねうん、そしたら多少なりはさ変なひょろい変なやつとさ付き合ってるってなるよりもさ、うん、俺みたいなやつと付き合ってるってなった方がさその元彼さんからしたらさうわちょっとオラオラつかなんかもわかるでしょ、うんうんうん、あなんか手出しづらくなるじゃん、うんうん、あまあそうですねボディーガードになるでしょ、はいはい、多少なりのボディーガードで手出しづらくなるじゃんはいはいひるむよねそう相手もひるむじゃんだからそうやって言いなよっても彼氏俺と付き合ってるって言いなっつって、うん、そうちなみにその彼氏元彼のことはどこまで聞いていいのかわかんないんですけど、はい、こうなんですかそういうあれなんですかなんかそのメディア関係とかその芸能人っていうんですかねというのとは、うん関係ないっていう。彼女とは同業ではな、まあ本当に表に出る仕事ではない今は。あ子供の時に子供っていうかまあ10代の時にそういうとこに行ったことあるみたいだけど、全然それつながりで知り合ってるわけじゃない。うん。いや俺結構ぶっ飛ばしたかったもんそいつのこと。いやぶっ飛ばしたよ彼女。マジで。それは話を聞いて。話を聞いて。もちろんカノンからのしか話しか聞いてないけど、はい、俺はカノンからの話を100で聞くから。はい、だってそれはそうじゃん。はい、その知らないし、はい、誰かも。そう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 だからねだってそんなって女の子にさガーンなんてありえないですね、まあ、俺も練習で女ぶっ飛ばすけどそれはまたちょっと別練習なんで練習ですからね練習なんで、はい、殺意はないじゃん殺意はない殺害予告してるわけじゃないんでこの間もキングレーンのボッコボコにしてくれためっちゃ好きじゃないですかべっきらそうだからでもカノンはあそうだあ、一個あったわなんかこれ多分今撮ってる人は見てないと思うんだけどでもルール知ってるっしょトナコイのルールはいある程度は俺は宮古石垣島にいるでしょはいじゃあ俺のその時の彼女は宮古島に行くわけはいはいシャッフルするわけじゃんはいでも月火水木って4日間一緒に過ごすのはい金曜日に本島で合流するわけはいはい宮古も石垣もみんな元カノと会うわけはいあっちからしたら元カレと会えるでも自分の元カレは違う異性の人と仲良くしてるわけね、うん、はいはいはいでその時にまああの撮影終わっちゃったのよアリサ見てる人分かるんだアリサってこうもうそうだし俺らもそうだし、まあ、リュウ太郎俺相手側の男で女の子をまあまあとりあえずわーってなっちゃって、うん、はい喧嘩ではなくてまあ喧嘩って言った方がね、まあ、言い合いみたいなまあ言い合いにはなっちゃって会場がまあでも普通に考えたら普通なのよ、はい、だって自分の彼氏自分の彼女が違う異性とまあ仲良くしたら、うんうん、それをイエーイってやれるお久しぶりなんてできない無理無理無理だから普通だったらってなるのが普通なのそうだねで撮影終わっちゃったのね、うん、終わっちゃいましたでその後夜ミーティングがあったのじゃあで俺とリュウ太郎とかいるでしょでカノン、沙織、アリサ、レイナいます女の子、石垣の男俺ら4人いますじゃあカノンがてかもう攻撃すんのやめようみたいな相手宮古島ね、はい、とりあえず相手側に攻撃すんのやめようみたいな言ったの、はい、で俺とリュウ太郎えみたいな俺らに文句言ってんのかと思ってじゃあ席がねそう意味わかるでまあ、簡単に言ったら、アリサ、うわーって泣きます。はい。で、あっちの女の子たちも、わーって泣きます。はい。で、男はさ、はい、まあ実際、リュウ太郎攻撃したし、はい。ケンケンに、あーじゃなんかまあ、言ったのよ。はい。あ、一番つまんない人ですね、とか。はい。で、カメラ回ってないところで、リュウ太郎結構行こうとしてたから、まあみんなにやめろやめろって止めたんだけど、それで、ちゃんとにさ、相手陣営に攻撃するのやめよう、みたいな。結構怒りながら言うわけ、はい、いや怒ってないいや顔怒ってたもんあれ 0.1% ぐらい怖っいや怖いから本当に切れてたでその時俺って言うたでえっつって俺その時なんかすいませんでした
すみません、めっちゃひるんでるじゃないですか。そうだ、いや違う、別にフミヤに言ってるわけじゃなくてみたいな、はい、まあまあみんな全体的にね、うん、全体的にそうすいませんでした。で多分男は別にカノンもふざけてるじゃん正直、まあねまあね、カノンもあのカメラ全部映してたか分かんないけど放送で使ったか分かんないけどカノンも多分女の中では結構ふざけてた、まあそれはなんか別に悪気ない、みんなみんなこっちチームは本当悪気なくて交流のつもりやっててあの仲良くなりたかった、あのちょっと不器用なんだよね。そうだね。でもそれでやっぱカメラ回らなくなっちゃうのは一番良くないことだから絶対に。そうそう、うちらは一番それはよ分かる、俺ら分かってる、その撮影っていう場合さ、そうだ、ね、ここにも言ってるから一番やっちゃいけない事態になったことをもうちょっとみんな反省してほしかったのね。でもみんな反省してないんだよね。そうしてないんだよ。そうだから、だからテレビとかちょっとちゃんとやってる俺とかですらさもうヘラ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 してるからだって普通はさ、だって撮影が終わっちゃうんだよ、はい、撮影が終わっちゃうってことは簡単に言ったら現場仕事をしてます、現場一つの仕事が切り上げになっちゃうってことじゃん、うんうんうん、分かる、もう午前午後あるとするでしょ、まあ、もちろん午前動いて昼休憩、昼終わって1時から午後でしょ、で午前で切り上げちゃうって感じじゃん、うんうん、職人の人たちからするとさ、はい、まあ、そんな感じじゃない。そう、あそこの場所を抑えるのも時間をこう決まって抑えてて、うんうん そうだね、はい、そこに予算もあって、でみんなもまあ仕事じゃないけど、そうだね、まあ、だからそこがちょっとカノンもあのみんなにそこまで言うのは違ったのかもしれないけど、やっぱり演者として出てる以上はそうだ、ね、あの最後まで泣くんじゃねえよって言ってないぐらい、まあまあ、泣いてもいいよちょっと、ね、でまあだからちゃんと最後までそこの場所にはいようよって言うね、そうだね、あのみんながそんなこうひっちゃらめっちゃがなるような、はい、あのどこまでヒートアップするのはちょっとあのみんな大人だから考え直そうよっていうのをみんな多分あんまりあの そこでピシャッと言わないと分かんないかなって思ったから、ね、で番組のさスタッフさんも言えないじゃん、演者側には言えないね、そうだからまあ言っただけ、だってもう、うん、もう完全じゃん、すいませんでしたみたいな感じで、カツを入れたってことですね。別にここに言ったわけじゃないよ、はい、リュウとフミヤに言ったわけじゃないし、はい、ここ多分まあ分かる話が分かるからそんなの別にここで言う必要もなかったし、うん、まあ、まあ、多分ふざけたしね、まあでもまあね、まあでもアリサがうわーってなるじゃん、うん、で他の女の子たちもうわーっていなくなったりするじゃん、うん、まああれ普通だからね本当に、まあ、普通だよ、普通そのテレビとか関係なしにしたら、うんうん、だってさ、自分の彼女がさ、はい、他の人とさ、まあ、イチャイチャっていうか仲良くしたら、まあ、焼きもちゃくでしょ。まあ、それは焼きますよね。しかもそれだったら、特に女の子って男よりもってわーってなっちゃうから。そうですね。そうそうそう。うん、まあ、でも、ね、後から普通なんだなと思った。まあ、ただテレビなんだし、うん、ちょっとは、まあでもテレビなんだし、みんな素人だからね。そう。まあでもカノンはほら相手もいなかったし、カノンが言うのが一番いいと思った。別に誰にどう思われようが、カノンはやきもち開かないから、そう相手いないから、そう確かにそうですね、だから別に何言うが自由だろみたいな、うん、だってカノンはあの復縁デートってのがあるのよ、はい、元彼、はい、元彼とデートするの、はい、カノンいないから大輔とデートしたからねだってそれ行かないとさ行かないなんてさいう選択肢ないじゃんお互いにまあね、うん、まあ帰りたくないですよね。そのカノンと大輔、大輔とカノンが何回デートしたの？3回ぐらい行ったね。3回ぐらいデートしたよね、うん、そうそう、俺も本当はぶっちゃけカノンとも1回デートしたかった。でも正直すごいこれは口悪くなっちゃうけど、もうめん俺ってまだ分かると思うけど結構めんどくさがり屋じゃん、はい、いろんなとこポン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 するのめんどくさいね。だからもう一人に決めたらもうだからもう最初沙織ってなってたから、もうじゃあ沙織でもスタッフにさ、もう俺一人しか選ばないですからみたいな、うん、何人もあれじゃないっすよっつって、だからめっちゃ気まずいのが最後のデートがあるわけ、うん、最後のデートを沙織とカノンが俺のこと指さしたの、あーあれかなんかみたいな、そう、誰とデートしたいみたいな、はい、で俺沙織指さしたのよ、はい、超気まずくない、あれ、まあでもうん、全然いけるってけどね、まあでもだってあれでカノンが大好き選ぶわけないし大好きに悪いなそれは悪い、それは分かんないよ、カノンだって大輔選んだかもしんないじゃん、いやいやいや俺が女だったら絶対選ばないもんまあこれ文句言ってるの僕なんでカノンじゃないんだよ全然でも最終的に告白はされたけど断ったんですよね、誰カノン、はい、だから抱けないからってやばくない
抱けないからね、抱けないから。基準がそこなんですかね。そうでしょ。いや、抱けないからって。抱ける抱けないの基準になってきますか。え、だってさ、恋人として見えるか、はい、家族みたいな愛なのか、どっちか、はい、例えばね、親友に告白されました、はい、幼馴染とかに、はい、あ、これは家族愛なのか、はい、いや本当に好きらしいやつだと思ってるけど、家族愛なのか、女として見てるのか、ね、で、考えた時、行き着くとこってそこでしょ、多分。めっちゃゲップが飛んで、まあ、あとカノンが言ったのは、あのこの番組の中のルールだけで乗っ取って言ったら、カノンスタッフさんに告白したいから無理。どういうことですかそれは。それこそ一番思うどういうことですか。スタッフ、まあ、スタッフ一人、まあ、まあいいっていうかね、まあちょっとね、うん、その中で一番いいなって一緒がいたんで、ね、そうそうそう。あ、でもその時は、ね、2人だろうか。そうスタッフにいいなって一緒が、それはちょっとドラマじゃない。すごいね。そんな、なんかそんなことがあったんですね、その裏で。いやでもさ、俺らからしたら、俺ら演者じゃん、はい、いや演者たちも、演者同士のがさ、あの一緒にいる時間長いじゃん、はい、俺らからしたらさ、いやちょっとしか一緒にね、スタッフに負けてんのかって感じが違うよ。それはやっぱカノンがあのその状況的に結構特別で言ってるから、うん、もう結構付きっきりだったのね、ケアが。そうだね、そうだね、そう、はいはいはい、そう、親身でだから、まあちょっといいなって思ったかな。なるほど、親身にしてもらえて、そう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 、なんかこの人ちょっといいなっていう、そう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 、ドキ。ああ、なるほど。そう、だから2人いた。あ、同じ反応って言ったの。なるほど。あ、いいんじゃない、別に。じゃあ同じ反応。そう、撮影感があるから。そうだよ。いいんじゃない、別に。別にスタッフに、まあ、ちょっと恋したぐらいいいんじゃない。そうそうそう。そうスタッフに恋を持ってたっていう。そう、確かに。スタッフさんを選ぶなって言った。よくない、これ。いいですね。実はこれめっちゃ裏話じゃない。なんかフィクション。フィクション。てか、これさ、話す前にあり得なかったね。実はめっちゃ裏話があってみたいなのがよかったね。そうだね。実は、でもこれ後であれにすればいいんだ。俺めちゃくちゃあの、なんだっけ、実は、みたいな感じにする。最初にね。これでもすごくないこれ。それすごい、びっくりしましたね。そう、だからカノンは桜じゃないから、桜って言った人は謝って。いや、それ俺になるわ。すごい。俺になるわ。本当に言ってたもん。もう、龍太郎さんに、桜だろとか言って、桜じゃないとか言ってた。普通に。手慣れたなんか、手慣れたキャリーバッグ持って。ねえ、まあ、桜っぽいじゃんね、風貌とかもさ。そうだね、うん、まあ、そういうふうに思うのは当然だけど、どこの芸能事務所の女が桜で来てんだよ。そう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 、どうせプロダクション声かけたんだろうね、適当なやつみたいな。確かにこう ビジュアル的にこう後からこう入ってきて、なんかちょっと桜っぽいなって思われてもしょうがない、おかしくない、おかしくないというか、うん、そうそう、まあ、でも本当桜じゃなくて、本当その時当時付き合ってた彼氏と一緒に出る予定だったけど、出る前に言葉では言えないですけどね。それで、はい、で何回だっけ14回14回からされそうになって、で別れて、そのまあそれ待ってから新しい恋恋を探しに、はいはい、隣の恋に参加したという感じでしたね。なるほどですね。結構面白く撮れたんじゃない。だいぶ面白い話は聞けたと思いますよ。でも、まあ、カノンとはでも本当すごく仲良くしてますよ、僕は。マジ仲良い。俺と触りたいでしょ。うん、仲良くしてんの。すごい仲良い。連絡も取るし。終わって。カノンってなんか本当に仲良い人、本当に家族みたいな、身内みたいな。でも遊んでくんないの、忙しいから。俺でも結構触ってるよね。いやでもカノン合ってる方だよ。満月だよね。そう。え、でも一番合ってるでしょ、トナコズメンバーでは。いや一番合ってる。ダントツだよね。うん、絶対一番合ってる。多分連絡も俺が一番取るでしょ。そうだね、一番取ってるね。だって全然もうマジで、遊ぼうぜとか言っても、あ、仕事だ。でも仕事のマン。働きマン。働きマンなんですね。働きマン。あ、なるほど。好きなことが仕事になったから、ずっと遊びみたいな感じ。そう、働きマンだから、遊んでくんだ。一番遊んでるって。マジ一番遊んでる。だってこの間、トナコでバーベキューやった時も、その日にしたのを、カノンの日程に合わせてみんなでトナコでバーベキューやったの。カノンがこの日が空いてるから、じゃあこの日にみんな合わせる。来なかったからね。近くにもいたんだよ。なるほど。マイペースってことですね。マイペースですね。あとは自分の世界観を持ってる。そう。まあ悪気はない、まあ。悪いことではないですね。で、まあこの最後 YouTube もうそれ多分終わりだと思うから。はい。最後言えば元カレさんに大丈夫それは。あのお金返してください。元カレさんにね、はい、お金返してくださいって感じです、ね、あと
あなたのお母さんからご連絡ありましたけど、払えられたらお母さん名前も出してないから。そうですね、年齢すら聞いてないですから。だってその元カレさんに例えば文句あったとしても、はい、いや別にお前じゃないし、はい、お前がいいとも 誰かと付き合わせたしなるし、お前勘違いするんだよって。それは何か本当は分かんないからね。あともう一個言いたいことあるんだけど、トナコイのことに関して。あ、トナコイね。そう、はいはいはい、トナコイじゃない、トナコイのことに関してなんだけど、うん、このトナコイに出演するきっかけっていうのがもちろんカノンに声かかってたけど、うんうんうん、カノンはあんまりやっぱ仕事上、うん、こう、ペアで出るのはあんまりどうなのかなっていうところがあったんだけど、うん、出るの発端になったのはもうその相手が出ろ、はいはいはい、出たいって言ったから出たんで。あ、その元彼さんがね。そう、あ、そう、それなのに、うん、なんか一人だけ出たけどね。確かにそうで、散々のやらせだの言われるような。まあでも結果良かったけどね。結果空いてるからね、仲良くしてるんで。そうですね、はい、まあ、そんな感じですかね。はい。ちょっとめちゃめちゃ一番爆弾な YouTube だったけど。そうですね、うん。なかなか面白い話と、まあ、びっくり、ね、びっくりな話が。一番びっくりな話、ね。視聴者、トナコイの視聴者の方々からしたら、あ、そういう事情だったんだって。でしょ？多分みんな思うんじゃないかなと。みんなびっくりするからね。ですね。びっくりするかと思いますね。それ皆さん楽しみに。楽しみじゃないか、楽しんでみてください。はい。ではそんな感じでいいでしょうか。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。I've been living life right like I could just die